イバイバイ !3 ピップあと3ピップバイバイバイあやっぱ奴隷はでも当たってた。こっちを本当は追加したかったんですよ。本当はこっちを追加したかったのに、買えなかったも上がってて最悪だよ。ドル円ならいけそうな気がしたんだよな。じゃあ最後の OGM 切りますも多分上がりそうな気するけどもうどうでもいいこんなの多分上がると思うんだけどね俺が切ったから多分上がると思うんですけど やっぱ理覚しとけばね、よかったんですよ。終わりました。もう出勤しますてかこれなくなったらマジやばいんでもうな出勤する。今回ですね10万あ違う100101万、合計入金金額101万8000円入金したんですけど、合計入金金額101万8000入金したものが29万4786円、約70万ちょいのマイナスっていう。デモってだからとりあえず登録してるし、そもそもデモだったらね、そもそもデモだったらこの画面出せないから、そもそもデモだったらってかとりあえず登録してるし、デモだったらそもそもこのここの画面ないんですけど、デモにこのね証券会社とか FX ネオとか外為オプションにあのお金を移動するこのボタンないんですけど、そもそも。ボタンっていうかここの画面ないんですけど、なんで栗商稼ぎってあのね70万円栗商でね、今の
じゃあ、クリショーで稼ぐの、どんだけかかると思ってんだよ、マジで。クリショーなんて今、時給1000円割ってんだから、普通に。結局トルコ円持ってればよかっただけっていうね、オチでした。もうこれ出勤します。もう二度とやりません、もう。あ、だから番号出ちゃうな。もうね、出勤しますんで、もう二度とやりませんから。二度と僕はやりません。もう出勤します。出勤します。今の時間に出勤すれば、明日にまだ届くんで。3時までに出勤予定すればね。出勤します。お疲れさまでした。FX ではでも今回プラスだったんだな、なんだかんだ多分。BO なんだよな、結局。終わった。人生終わりました。もうね、二度とやりません、本当にこんなもの。何がトルコだ。ぶっちゃけでもトルコはね、本当低レバでロングしてれば絶対大丈夫だと思うけど、そこの期待値に釣られちゃったな。これ毎回こうなんだよな。クリックのさ、1000万入金して25万円もらえるってやつもさ、25万めっちゃ美味しいじゃんとか思ってさ、やってさ、それがスタートですよ。それが始まり。それが地獄の、ね、地獄への道の始まりだった。でもどうせやるんだったらプラスにした方がよくね、みたいな。よくないよね、本当にあれ。完全に呼び水だわ、本当あれ。蒔絵さすぎるだろ、本当に。あんなキャッシュバックなんて。キャッシュバックとかマジで蒔絵餌だわ。で、今回もトルコ円ロングだ、期待値あるなとか思って。そしたらなんか余力でなんか BO やったりとかして。結局トルコ円だけにとどまれなかった。